さんは白ご飯やけ、これだけではいかんでね。分からん。なんかサンマのミルフやこ。うん。サンマのミリオン美味しいよね。その人がそれ朝ごはん食べるけども、竹を焼いて食べるあれがないわけよ。うん。竹も。また。ここ、うん、うん、パリパリするの好きやったら、うん、これはね、けどね、食べてみて。食べてみて、取って。どうですか、硬いのだ。うん、いやね、うん、えい、うん、おばあちゃんだとしっかり食べる、いっぱい食べる、これ、うん、今日は少ないと。で、一人前やね、これ。うん。あ、これ、で、一品できたの？これ添えたら。うん、添えて。さあ、ほんで、どんな量を真ん中に入れてしまう。うん。一つしたらいいわね。こっちが綺麗な。うん。山椒の葉っぱを置こうかしら。山椒の葉っぱ取ってこようか。取ってきてます。あ、で、それも置くわけ？この上置いたら、匂いがついて美味しいかも。うん。おじいさんの音。いや、おばあちゃんは自分で言うてろ。うん、少なかったほら、うん、もっといっぱい茹でたらよ、まあ、ええわ、うん、どこ行ったの？どこ行ったも何もそこにおるやか。どこに？そこの上に。おった？おるちや。なんとかいうのは持ってきてくれたの。なんとか言われてもわからん。雪持ちそういう花かな。野生の。うん、知らんわ。ほら、うん、匂いが、うん、すごくあるわ。うん、はい、もうこれ一品出来上がり。はい、うん、よし、ほんで、どうぞ。はい、あー、いい感じ。竹の子さんに食べるでね。できたね。うん、竹の子さんに食べるでね。うん、食べる。よっしゃ。